トコジラミ駆除で人が死亡。刺されると痛みや痒みを伴うトコジラミが今年フランスで大繁殖し、しかも普通の殺虫剤が効かずパニックになっている。いよいよお隣韓国でも全国的に被害が拡大し始めた。そんなトコジラミに関して2018年にゾッとする事件が起きている。あるイギリス人夫婦が旅行でエジプトのリゾートホテルに泊まったところ、翌日二人とも急死してしまったのだ。検視した結果、有毒な化学物質が原因だと判明。実は隣の部屋でトコジラミが大量発生していたため、夫婦が亡くなる前日、業者が強力な殺虫剤でトコジラミを駆除していた。不幸なことに、このホテルは少し変わった作りで、夫婦の部屋と隣の部屋の間に扉があり、鍵はかかっていたものの繋がっていた。別部屋に泊まっていた夫婦の娘が部屋に入った時、何かが発酵したような変な匂いがしたそうだ。